おはようございます。しゃあ、散歩行きましょページ目、2ページ目に載ってると思うんで、結構ハズレ多い。上の足が下の足の前に来るようにします。はい、今から今日の10キロ行きます。シューズは、テンポネクストで行きます。はい、では、行ってきます。はい、今日の10キロ終わりました。記録はこんな感じです。はい、今日はね、もう一回テンポネクストの動画を撮ってたんですよ。で、走り終わってからふと気がついたんですけども、サムネイルを撮っていなかったことに気がついた。やらかした。サムネイルだけ撮り直します。ちょっと撮影します。で、まあ、僕ウーバーワールド好きなんですけど、まあ、その中でもこう結構プレイリストを自分の中でいくつか作ってて、10キロ用のやつというか。で、今日もそれ聞いてて、で、特にこう良かったのが、これ読み方合ってるかな、オクシモロンって歌があるんですけど、これね、ぜひ聞いてほしい。マジで聞いてほしい。去年ね、ライブで1回だけ聞けたんですけど、いや、あれはなかなか良かったな。ライブ行きたい。ウーバーワールドに会いたい。ライブ行きたい。ライブってやっぱいいっすよね。あ、やっぱライブはやっぱ DVD とやっぱ違うものがあるから、グッズ並んでる時のね、こうしんどさと、始まる1分前のこう手拍子とか、最高っすよね。来年こそは行きたいなと思っております。よし、帰りましょう。おやすみなさい。はい、おはようございます。
要するにこれからさ、不動産っていうものに人が縛られなくなるんですかと、ワークスタイル。フランスとかでもやってるんですけど、ニューヨークとかもね、やってる。なんかいつもと違う疲労感っていうのは、まあ、確実に感じる。14日の、福岡。はい、ゲポンです。今から今日の10キロ行きます。シューズは、今日はテンポネクストです。はい。で、ちょっとね、寒いんで、今日から、こちらですね、手袋をつけて走ろうかなと思います。いつもはね、ナイキのものを使ってるんですけど、ナイキのやつがね、ちょっとだけ行方不明なんで、昔、プレゼントしてもらったものを使って、走ってきます。だいぶ派手。はい、まあ行ってきます。はい、ケポンです。今日の10キロありました。記録はこんな感じです。はい、まあちょっと今日はだいぶ足が重たかったですね。はい。で、今日つけてた手袋はね、まあ僕自身が買ったわけじゃなくて、僕の姉的な人からもらったものです。はい。これいつもらったかな、5年ぐらい前にもらったんちゃうかな。多分それぐらいの時にもらったと思います。で、姉的な人ってどういうことってまあ思うんですけど、まあみんなもこういてるかもしれないですが、職場で仲良くなった人というか、僕はまあそういった人が、まあ実際僕3人兄弟の一番下で、で姉ちゃん実際2人いてるんですけど、そのまあ姉的な人もいてるし、で、まあ、兄ちゃん的な人もいてる。で、まあその2人が同じ職場やって、その2人が結婚するという、なんて日だって。だから結婚式ですかね、あれ何年前、3年前とか4年ぐらい前かな、の時に、なんか僕はちょっと別のところで待ってたんですよ。なんかみんなデザートをなんか取りに行く、なんかビュッフェみたいなやったから待ってたんですよ、僕は。そしたら、まあ、僕は席で待ってた、アナウンスみたいな、ケポン様、ケポン様みたいな感じでバッて行ったら、そのなんか2人のその間で立ってなんかインタビューみたいなスピーチみたいなするみたいな感じで、突然すぎて何にも考えてなくて、何にも考えんとけ、何にもそのね、あれやから喋ったら普通に僕泣いてて
何にも考えてないやつが何にもこう突然喋り出して泣くっていうはい、まあね、そんな人からもらったっていう手袋エピソードでした。心温まりましたね。はい、というわけで帰りましょう。最近お父さんと弟がフィーリアーズさんにハマりました。どうしたらいいですか？いや、いいじゃん。お父さん、弟。おはようございます。はい、今から今日の10キロ行きます。シューズは、久々のリアクトインフィニティです。はい、まあゆっくり行きましょうか。はい、ゲポンです。今日の10キロありました。記録はこんな感じです。はい。今日はかなり足が重たかったですね。だから、いつもよりだいぶペース遅い気する。3キロ目ぐらいで、なんかちょっとだいぶ楽になったかなって感じでしたね。で、今日はSpotify 使って音楽聴いてたんですけど、なんなんやろってぐらいにあのバラード曲ばっか流れやがって、なんなんわけわからん。あとなんかクリスマスのなんかソング的なのも2曲ぐらい流れだし、なん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 。いやそうやで、もうあと1ヶ月もしたらクリスマスやけど、なんなんは一人でなんなんと思いながら走ってました。ああ今年も彼女できずかこんなに自分で言ってたら悲しくなってきたああもうでも恋愛向いてないんやろうな多分。そう思う、そう自分に言い聞かそう。うん、もうでも彼女の作り方って今分からへんもんな。もうどうやって作ってたんやろうな、それってのは分からへんジジイか俺は。はあ、なんか虚しくなるだけやから帰ろう。はい、そろそろ寝ます。あの AB 型あるあるの動画を見てたんですけど、共感できるとこが非常に、多かったです。特に
AB 型の周りには AB 型が集まるという、はい、僕の知り合いだけでもおそらく10人は10人は多分全然超えてるので、はい、今まで出会ってきた人の数とか数えても、はい、ちなみに僕は、自分が AB 型と知ったのは20歳前後ですね。あの友達とトイストーリー3を見に行った帰りに、三宮のよくあのセンター、センプラかな、センプラのこうど真ん中で献血の人が献血お願いしますって、まあ、毎日言うてはるんですけど、それを見た時に、今までもずっと見てたんですよそれは。でもその時になんか、あ、献血行こうみたいになって、友達と、僕含めて3人でおったんですけど、友達2人に、ちょっと俺今からちょっとだけ献血行ってきていいっつって、あ、いいよって、行ってくるわっつって、っていうのがそこで AB 型知ったっていう、はい、だいぶね遅かったんですけど、だから今までずっと僕は20歳その時まではずっと僕は O 型と思って生きてきました。 O 型っぽいんで、なんか自分でも O 型っぽいよなとか思いながら、だから学校の授業とかで AB 型、なんか A 型 B 型 O 型 AB 型みたいなこう分かれるなんかグループかなんかあったんですよ。でも少なからずそこの何人かは分からないっていう人もおったんですよ。でもその分からないっていうグループがなかったんですよ。これどうかと思います、おかしいと思います。僕は今急にパッと思い出して非常に今なんか怒ってます。分からない人は分からないんだからしゃあないんじゃんと思って、なあもう自分が思うとこ入っていいよって、なんやねんそれ思いながらはい、そんなことを急に思い出しました。はい、おやすみなさい。はい、おはようございます。寝すぎたそして風邪ひいた対策本部会議では政府のこの細かい措置によってこれはあるんだ。はい、キャパンです。今から今日の10キロ行きます。シューズは、ペガサスターボです。はい、今日は午後から面接があるので、まあ夕方かな、あるので今日は、早めに走りに行きます。では行ってきます。はい、ケボンです。今日の10キロありました。記録はこんな感じです。
はい、まあ今日ペガサスターボ入ってたんですけど、やっぱ結構なんかパカパカしてくるなというか、アッパーが下げてるせいか、まあしゃあないですね。で今日午前中ね、まあ動画の企画を2本ほど考えておりまして、まあ1個はまあムーバーワールド関係のものと、まあ、もう1個は走ることですね。まあ、ムーバーワールド関係は結構まあ限定されちゃうんですけど、楽しめる人というかね、はい。でまあもう1個の走ることについてはね、多分まあ僕のその走ることに対しての考え方とかとか、まあいろいろね、そういった過去の出来事とかも交えてお話ししていこうかなと思ってね、昔のことを思い出しながら考えておりました。まあね、僕がね企画して撮るのはいいんですけど、編集がやっぱねめんどくさくてテンポネクストの動画もね全然編集進んでなくて、なんか迷うんですよね。なんかたくさん効果音あればいいのかね、なんかありすぎても僕が好きじゃないからね、迷いどころやなと思いながら、そんなことをね考えながら、考えながらというか、まあそんなことをね午前中はしておりました。よし、帰ってシャワー浴びて準備しますか。はい、今面接終わりました。でまあ結果だけを言うと、まあ採用みたいな感じでした。はい、また後日連絡しますとは言われましたけど、はい、まあ連絡待つ感じですね。よし、もうあとは今日帰るだけなんで、今回もこれで動画を締めようかなと思います。にしても暗いな。よっしゃ、帰りましょう。はい、ということで、今回も最後まで見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。映ってるかな。まあいっか。それじゃあバイバーイ。